赤丸チャンネル。じゃっ。かぶった。こんにちは。こんにちは。はい。今日は？今日は袴田チャンネルということで、まあ、木曜日だからね。はい。はい、いや袴田チャンネルなんですけど、うん、あの今日の企画の発案は佐藤さんです。いいです、いいです、楽しくやる。そう。この木曜日はね、はい、袴田チャンネルとして楽しくお伝えしていくってところなんで、はい、野球以外のこともやっていくってことで。そう。その私はすごく今日は心配。なんですか？もうやりたくない。なんですか？今日はですね、はい、一般常識モダだから俺も何が出るか分かんないよ。あっちから勝手に質問来るから。はい。いや佐藤さんはまだいいじゃないですか。ん？いやもうスポーツだけやってたからって言い訳できるじゃないですか。でも一般常識だからやっぱりスポーツやってたらそんなことも知らないんだね。やっぱりって思われたくないじゃん。じゃ私なんてアナウンサーやってたのにそんなことも知らないのって言われるんですよ。うん。みんななんか世間はアナウンサーは何でも知ってる、もう時事も何でも知ってるって思いがちなんですよ。うんうん、全然知らないんだ私。本当にやばい。言い訳早い。やばい。で今日はね、はい、その常識問題を10問出します。はい、でどっちが正解が多いか。で負けた方が罰ゲームです。はい。わ、はい、かりました、はい。視聴者の皆さんもぜひ一緒に考えてください。はい。あの袴田っていう字が違いますね。全然違うやん。違います。衣編です。ココタさん。間違います。オッケー。いいですか？うん、はい、いいよ。準備できてますか？できてるよ。じゃあ第1問。はい。ピピン。ドライアイスは何が固まったの？いきなり難しいな。難しいよ。難しいですか？いきなり。なんで？まあまあまあ、オッケーオッケー、分かった。はい、ドライアイス？はい。ちょっと待って。え？分かった？え？多分これだと思う。え、ちょっと待って、やばい、もう、え、待って、漢字も分かんなくなった。まあいいや、もういいや、もういい、はい、せーの、じゃん。何？二酸化炭素。水蒸気。正解。イエーイ。水蒸気ってどういうこと？水やろ。分からないと思い込んでるから、もう答えは何も出てこない。やっぱり、あー、やっぱお嬢様やからな。分かんないとか言ってきながら分かってるじゃないですか。はあ、いいですか？いや、はい、確固たる自信はなかったね。そうですか。第2問、はい、できる、私はできる、うん、三大栄養素とは？もうね、名前もこれもやだ。三大栄養素ね。栄養素、うん、はい、三大栄養素なんて。ねえ、本当に私バカがバレる。これヒントないですか？ヒントなんてない。多分俺これ分かんない。待って、ね、あと1個出てこない、あと1個出てこないの。ちょっと待って。あ、俺もちょっと自信ないな。3つはもうダメだ。何かとあと1つだったら分かるから、3つは自信ないな。ダメだ。いい、 OK ですか？うん、1個も終わってないかもしれない。せーの、じゃん。俺は糖質、タンパク質、ビタミン。ビタミン、酵素、酸素。酸素ってないやねん。酸素栄養ちゃうやん。いや、ね、一番必要じゃないですか酸素は。まあそうだけど、正解はタンパク質、炭水化物、脂肪です。両方ともだからブブーです。あ、そういうこと。はい。でも俺近いよね。欲しいっす。欲しいよね。一つ入ってるんだよ。でもあれです。糖質と脂質よく似てるやんな。違う、全然違う。酸素はちょっと、酸素と酵素ってないやん。栄養素って言ってるから酵素とか酸素にしたのに。いきます。もうお父さんとお母さん泣いてる。もうどうしようこれ。第3問、はい、で日本の初代総理大臣は誰？こちら漢字で書いてください。はい、これは楽勝。これは楽勝だ。これは楽勝だ。はい、大丈夫。これは大丈夫。これはひらがなは認めません。はい、こういうのが欲しいですね。そうですか、ね、はい、はい、せーの、じゃん。伊藤博文。ん？正解は佐藤さん。正解です。イエーイ。待って。そういうことですよ。そういうことですよ。そんなに簡単にがないですから。天よ。みんな大事なんですよ。天よ。天よ。待って、あの、私一応あれですよ、高校偏差値72の学校にちゃんと試験受けて受かってるんですからね。うん、俺も野球偏差値80の。
ディディン。名曲「荒城の月」の作曲者は誰？いやもうそういうのやだもん無理。名曲ですよね。荒城の月、名曲名曲、ね、名曲ですもんね。浜田さん迷いされてましたし、知ってますよね。バイオリンで荒城の月はね弾かないんですよ。ちょっと待って、なんでこんなに出てこないんだろう名前。ひらからでもこれは OK です。いやもうね、あの全然出てこない。ちょっと待って。分かんないけど、俺は言っとくけど全部正解かどうか疑問の中やってるからもう、ね、私絶対違うんですけど、うん、もういいです、はい、せーの、滝蓮太郎。あー合ってるかも、久石譲。正解。なんで出てこないんだ私、滝蓮太郎合ってるよ、もう言われたら分かったよ。逆によ、逆に、はい、滝蓮太郎だけ知ってる。だからどれ言っても滝蓮太郎ちゃうかって思っちゃう。もう私久石譲が好きだからそれしか出てこなかった。もうダメだこれ、半分追いつけないじゃん私。まだいける、まだいける。5問、もうちょっと得意分野出してくださいよ。いきます、はい、5問目、はい、でてん、大気中で最も軽い気体は何？もうそういうのやめませんか、もう。これ簡単です。軽い、軽いです。もう分かんない、覚えてない、何にも。せーの、水素。正解は、正解。イエーイ。もうこれ大人にしてほしい。高松さん、一般常識。あの、これってでも知らなくても生きていける一般常識しか出してなくないですか。うん、まあね、はい、答えて、答えてから言ってね。俺があと1問正解したらもう俺の勝ちで、私があと5問連続正解すれば、そう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 、まあまあ、で間違えればいいんですよね。うん、うん、そう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 、だから俺もリーチだね、リーチ、リーチですね。うん、リーチ、あと1回で勝つ。次間違えないと面白くないですよ。いや面白くないとかしないからこれ。でもそうなんだよ、はい、俺だって5問中4問正解だから、ね、すごいですね、うん、私全然知らないんですけど、うん、はい、じゃあ次は簡単にいきますね、はい、で電圧イコール電流かける抵抗、この方程式は何の法則でしょうか。もうこれ中学生の時やりましたね。え、もう一回。電流かける抵抗イコール電圧、何の法則かでしょう。何の法則、はい、あもうちょっと出てこない、出てきた。まあ、俺何回も言ってるけど正解かどうか分かんないけど出てきてる。工業高校が進学校に勝つよ。せーの、アルキメデスの法則。それは違います、ね、家庭に。正解はオームの法則。オームの法則だ。アルキメデスじゃなかった。違う、アルキメデスの法則じゃない、なんか僕ない、全然違う。俺ひょっとしたら正解ちゃうかと思っちゃった。この問題で袴川さんが正解できなかった時点で俺の勝ちです。そうですね、うん、これはちょっと社会科的なのにして、じゃあ社会科いきます。じゃあ、うん、はい、いきます。いやでも社会科も分かんないですよ。世界で最も面積が小さい国はどこ。あ、分かった。せーの、バチカン市国。スバル。正解はバチカン市国。やったー、やったー。スバル小さくない？スバルももう海面が上がってなくなるかもしれないって言われてる国。へー、国なんですか、うん、ロシアの通貨の単位は何？日本だったら円ですよね。ちょっと待って、ちょっと待って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 、これは上がるでしょう。ロシア、はい、佐藤さん早かったです。多分これだと思う俺は。せーの、ペソ。ルーブル。正解。イエーイ。ということで、第1回常識をテストは佐藤さんの勝利。イエーイ。ペソはフィリピンです。どこでしたっけ、フィリピンでしたっけ。あれやべ、もうこれでクイズ番組なんて出られないじゃないですか。いや逆に面白い。逆にオファー来る。逆にいい宣伝。わかんない、持ってきて、あれ。やだはい、浜田さん、じゃあこれ、ビリビリです。あー、これ本当にやだ。あれ、行かない、行かない。もっと押さないと、ギュッと。行かないな。そうなの。
あれ行かない、本当に行かない。